吉田さん、なんかね車に関してはヨ沢翼さんも同じようなこと言っててあのどうしてもねすぐに引っ越さなくちゃいけなくなった時に車が持っていけないから本当早く売るしかなかっただから市場価格のあ購入価格の、ね、半分ぐらいの値だったって言ってましたねフェラーリもちろん市場価格よりも随分安いしすごくもったいないことをしたって言ってましたまあその後また同じようなフェラーリをね買い戻すわけなんですけどもでもそこで思ったのが時間の余裕がない人は その時間を、まあ、妥協することでね、倍価を安くすることによって、まあなんか折り合いをつけてしまうっていうんですかね。か時間に余裕があると、まあ、販売しないといけない期限がないですから、交渉に応じる必要もないし、まあ強く出ていけるらしいんですよ。つまりは、借金返すために何かを現金化しようと思ったら、それこそ一刻も早く現金化しないといけないんで、値段の交渉に応じてしまうんですよね。 でも究極、別に金に困ってるわけじゃなくって別に車があってもいいやと思えばとりあえず交渉には応じるんだけども妥協する必要がないっていう強みが出てきますよねまあつまり上から目線ができるってことなんですよあとはやっぱり何とかして手に入れたいと思ってる業者さんがどのぐらい頑張っていけるか高値で買ってもそれにさらに利益をつけてその R34 をね しっっっかかかかりと販販売売でできるるてていうう力にかかってるでしょうね、うんまあ、だからね普通の人が中古車買って中古車売りますって話じゃなくってビジネスを成りわとしてる人が買った中古車をいろんな思いの中で維持しながら今に至るそして市場に2,000万で出すっていうところから2,000万は美大一も負ける必要がないと売れなくても究極全く困らないっていうところから見るととってもいい交渉ができるのかなと。だかかららそういういい人がいるから 中古市場価格も上がりますよね、それはね。だから通常、多分800万ぐらいで損切りして出す人がいると思うんですよ。ほんとすぐに現金が必要だったら。で、そうなると市場価格は800万に上乗せして、900万、1000万、1200万ぐらいにつくと思いますけども、その業者さんが、例えば2000万で仕入れるしかないっていう状態になっちゃったら、倍買ったのは、それこそ3000万ぐらいになっちゃいますよね。つまりは中古市場価格 R34 が底上げされるってことなんで、うん、価値を、 本当に感じて、その価値でしか売らないってい人がいれば、市場価値までね、上げることができるということなのかなと思います。つまりは、中古車がなんで値段が上がるのか、値段が下がるのはなぜかっていうと、お金に困った人が、ある車種を売ることによって、相場感はどんどん落ちていくし、特にお金第一じゃない人が、高値で売るっていう目的だけで、中古車の交渉に勝ち切った時っていうのは、 市場価格も上がるだろうなっていうので、やっぱオーナーさんの力量も市場価格に連動してるなと思いますね。オーナーさんの力量ね。市場価格を操作するということじゃないですかね。いっ